はい、こんばんは。スタジオリバーサイドへようこそ。すいません、大好きで声がガラガラでございます。新コーナー、憧れのギタリストに勝手にアドバイス、はい、記念すべき第1回はですね、西尾智也さんです。はい、いいギタリストさんですよね。まずうまい、もう火の打ちどころがないほどうまい。バララ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 、誰が聴いても速い、誰が聴いても正確、フィンガリング美しい。はい、そんな西尾智也さんに私がアドバイスいたしましょう。はい、ですね、多分西尾智也さんお気づきになってると思うんですけど、早すぎます。はい、で西尾智也さんのギターってすごく素晴らしいのに印象に残らないんですよ。でなぜかというといわゆる主題となるメロディーですね。これはですね、はっきりしないんですよ。すっごくゆっくり主題となるメロディーを作っちゃえばいいと思うんですね。でもともと速いギタリストなんで、その時点で速いんですよ。なのであれってこうゆっくりな方がやっぱりこう耳に残るじゃないですか。そこから徐々にこうギアを上げていけばいいんですが、最初の時点で早いんで主題のメロディーが覚えられないんですね。なのであんなに素晴らしいギターを弾く方なのに、代表曲を聴いても主旋律が頭に浮かばないんですよ。はい、で第2点、エフェクターに凝りすぎだと思います。黒沢楽器さんなんかでこうチャカチャカチャカってこうなんかアンプにブスって刺して弾いてる時すんごいいい音出すんですよね、生音で。いや、いいじゃんと思うんですけど、なぜかライブになるとエフェクターいっぱい並べるんですよ。でこれ入れると音が細くなっちゃうんだけどなぁと言いながらノイズゲートかけたりしてですね、そんなん全然関係ないと思うんですよ。羽打っちゃったってなんだって。なんであんなに生音でいい音を出すのにライブになるとそんなに歪ませる必要があるのか。もったいない。生音であれだけいい音が出せるだったらライブでもマーシャルにブスって刺すぐらいでも十分にいいと思うんですよね。実際ライブの映像を見させていただいたんですけど、せっかくあんなにいいギターなのに音が細いんですよ。もったいない。で第2点にピッキングが素晴らしく正確で、とてもじゃないけどあんな風にピッキング正確に私は全く弾けません。唯一勝てるとしたらアルペジオかなで西尾智也さんは本当に多分すっごい人だと思うんですよね。何度かラブコールを送ってるんです。でも仕方です。はい、これは多分ちょっとシャイなのかな。であとその僕のも年上じゃないですか。で得体の知らないギタリストで、まあ、相手にしてないのかもしれないですよね。はい、それはそれでいいんですが、多分どっかでお会いする機会があると思います。はい、ですごくプレイヤーなんですよね。音楽家というよりはプレイヤーですね。あまり音楽家という空気感がない方なんですよ。もうひたすらそのギターを弾くことに集中していて、一番大事なメロディーラインを作るっていうことに対してもうちょっと真剣になられたらよろしいかと思います。はい、楽曲のテンポも一定なんですよね、ライブで。これ正直飽きると思うんです。すっごいスローバラードとかやってみちゃうと、いきなりパーンと世界が開けちゃうと思うんですよね。これ早弾き系ギタリストに共通することなんですが、早く弾けば早く弾くほど音がこうアルペジオ化していくわけですよね。どれがメロディーラインなのか分かんなくなってくるわけですよ。で西尾智也さん本当にいいギタリストなんで、ゆっくり弾いてみて、で本当に何がしたいのか、どのメロディーラインを伝えたいのか、主題を作って、そこからギアを上げて上げて上げて上げきったところで終わるんじゃなくて、ドーンと下げてまたゆっくりで終わる。これを取り入れられたら本当にもう無敵のギタリストだと思いますよ。はい、であともう一つアドバイスなんですけど、帽子は脱がれた方がいいと思います。帽子かぶってるとね、自信がないように見えるんですよ。自分の頭が見せられないってのはね、私もね以前YouTube のチャンネルで自分に自信がない時に帽子をかぶってたんですよ。で紳士たるもの、室内では帽子を脱ぐべきと、師匠のレア・アルフォンソンに言われまして、確かになと思って帽子を脱ぐようになりました。結局帽子をかぶってるとその中どうなってるのって得体が知れないわけじゃないですか。で西尾智也さんいつも帽子かぶってるんですよね。で、ハゲなのかもしれないし、モヒカンなのかもしれないですけど、中をやっぱ見てみたいわけですよ。でやっぱりね、男子は室内では脱帽です。これはもうマナーです。アメリカ人はいいですよ、別に。なので、今回はね、私の非常に大好きなギタリスト西尾智也さんへのアドバイスでした。はい、これも大好きなギタリストだからこそ言えることで、中途半端にどっちでもいいギタリストだったらこんなもんほっときます。でも西尾智也さん本当に素晴らしいギタリストなんで、ゆっくりとメロディーラインを作って、主題それを作られるととんでもなくいいギタリスト、さらにいいギタリストになると思います。で早すぎちゃうんで聞き取れません。はい、ゆっくり弾いてみてください。見てますか？はい、そのうちね、お会いする機会があると思うんで、ファンクおじさんでしたっけ？はい、ああいう方とセッションなんかやられてるようですが、ちょっと目先を変えて僕みたいなプレイヤーとセッションすると面白いと思うんですよ。はい、見える世界が変わってくると思います。はい、ぜひ一緒にやりましょう。次回のライブにゲストで来てくれるとギャラはいくらなんかぐらいなんでしょうか。はい、その辺はまたおいおい交渉したいと思います。それではね、今回、ご紹介したギタリストは、西尾智也さんでした。フリーなのかな、どっかの事務所に所属してるのかな。というわけで、また次回の動画でお会いいたしましょう。はい、西尾智也さん、いいギタリストです。それではまた。